そういうその前提を満たすということであれば、エネルギーの支援をしてもいいということを言っている国は、あるわけですね。それで、それに対しては、日本としてはそういうその条件が満たされるという、これはそういう前提のもとで、それらの国がエネルギー支援をするということについては理解をし、支持をするということを言っているわけですけれども、ただ我が国自身としては今の段階でそれをやるという状況ではないというふうに考えています。